みなさんこんにちは、処理チャンネルの志保です。はい、ということで今回はですね、今回は福岡に来ましたということで、今回はね、私のお年玉で、お年玉じゃないよ、私の貯金で漫画を買っていきたいと思います。で、予算がまあ全部、7月分全部合わせちゃうとまあ4500円から5000円なんだけども、うん、ね、多分ブックオフだし、多分そこまでいかないと思うんで、なんか急に暗くなったマジだから予算はその辺だけど、2000円ぐらい買っていけたらなと思います。はい、ねえ、何やってんの、怖い俺の漫画だって20冊買っても2000円で。はい、ということで、まあ、あの前ちょこっとね、あのイオンで買い物してる時に話したんですけど、ブックオフでずっと漫画を爆買いしたいっていう風に言ってて、それが今日叶いますということですね。そうですね、はい、楽しみです。早速行きたいと思います。買いに行きましょう。あ、これね、前買ったよね。15、16を買いたいと思います。前ここで、14まで買ったの？14まで買ったの？で、なかったんだよね、その先ね。前6巻ぐらい買って、ハマって全部買おうとしたら、15、16だけなくてありました。よかったね。買います。100円？うん、240円。いいですか？ありがとうございます。これさ、これも気になるんだけど。気になるんだ。同じ人、同じ作者が書いてるやつ。なんだけど、待ってね、これも気になるな。悩みますね。はい、こうやってくっつければ連続で見れるよ。そうだねそうだね、うん、もうね、話題作の方はね、ちょっと値段が上がるんだよね。そうだね、ちょっとね、100円コーナーはね、そう、やっぱ100円コーナーだと安いけどねそうなんだよ ね、何ですかこれは、ね、終わりのセラフの公式ファンブック。ふざけないんだよね、あとね、なぜかね、11、12、13が見せてんの。ああ、家にないのね。そう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 。欲しいっちゃ欲しいんだけど。リミちゃんは、リミちゃんは、リミちゃんは助手持ってくれてるの、うん、ありがとうね、ありがとうね これ4巻が抜けてるから、うん、とりあえず3巻。なるほど、なんて題名ですか。普通の恋子ちゃん。へえ、めっちゃ綺麗じゃない。確かに綺麗で、読んでみようかな。なるほど、うん、ここね、200円コーナーでね、うん、100円コーナー見に行ったらなくて、うんうんうん、とりあえず3巻。そうね、そうそう、行ってみようと思います。はい、うん、春は短し恋せよ男子。うん、女の子の恋もいいけど、男の子の恋も好きなの。よくない？うん、男子の恋、虹色デイズもそういう気持ちなんだけど。あー、そういうことね。みんないいんじゃない。これも3巻買おうか。うん、じゃあ、はい、これも3巻買おうか。これも3冊。はい、よし、OK、このカゴ満杯にしよう。2、3、何冊になった、リミちゃん。何冊になりましたか。1、2、3、4、5、6、7、8、8冊になりました。2000円か。2000円今黒子のバスケ。
3巻前も買ったよね。いや、4冊買いました。増えました。あ、うん、重くないリミ、うん、大丈夫、うんうん、重ねちゃおう。重ねちゃおう。全部重ねちゃうの。いっぱいいっぱい。買えました。2700円。まあ、ちょっと控えめだったけどね。爆買いというよりかはちょっと控えめで終わらした感じ。はい、はい、まあ、また次回ね買いましょう。はい、はい、楽しみですね。バイバーイ。